スペースシャトル貨物室内部に搭載された SBS-3 衛星と PAM-D ステージ組み立て中の PAM-D ジョーダンロケットペイロードアシストモジュールとはアメリカのモジュール化されたジョーダンロケットでありチオコール社のスターシリーズの固体燃料ロケットを使用しスペースシャトル、デルタロケット、タイタンロケットのジョーダンロケットとして利用された。PAM は人工衛星を低軌道から 静止トランスファ軌道まで運ぶのに使われたり、探査機を惑星間航行コースに投入するのに使われた。シャトルからの打ち上げ時には、ペイロードはパムを乗せたターンテーブルによって、放出前に回転を加えられ、スピに安定させていた。スペースシャトルのために独自に開発されていたほか、次の4種類のパムが開発された。パム、D モジュールは、デルタ、 ツールケットの三段目として開発され、現在に至るまで継続して使用されている、唯一の派生型である。パム S は、1990年10月6日に、スペースシャトルディスカバリーの STS-41 ミッションで、ユリシーズを打ち上げるために、ユス噴射後のキックモーターとして使われた。S バージョンは、これが、唯一の仕様である。落下したパム。 D ステージ1993年に USA-91GPSASA の打ち上げに使用されたパム。D ステージが急激な軌道減衰を経て2001年1月12日に人気のないサウジアラビアの砂漠地帯に落下した。落下物は地上で確認された。ありがとうございます。